あそこや。あそこだよ。あさんにね気を取られちゃってた。なんかでも嬉しいよね。まだ遠いんだね。富士山縮んだわ。縮んでないわ。あなた大きい富士山見慣れたからよ。あ反対側。違うよ。まだ距離があるんでしょ。あそういうこと。どっから見ても同じだよ。縮んでるでもちょっと。縮んでないから。縮んでる。もっとなんかすんごいもう。すんごいとこに住んだことあるからでしょ。そういうことね。そうです。じゃん着きました。どこですか。井の頭湖。違います。こちらは手金輪です。違います。はい、では行きたいと思います。言ってください。本当は何だっけ。芦ノ湖じゃないのこれ。芦ノ湖だと思います。でもさ、どうやってどこに行くのこれ。これさ、こっちかな。まあ、とりあえずちょっと行ってみよう。箱根神社って書いてある。神社が見えてきます。これを登ると何かがあるんですか？と思います。ないからね、神社的に。そうなの。とりあえず階段ダッシュが良さそうです。いいよ。はい、ダッシュして。よいしょ。いいじゃん。なんかいいね。いい感じじゃん。多分これもうなんか強くなった気がしてきた。神様にお願いしよう、うん、端っこ歩いてね、はい、真ん中は神様だから。いいよ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 。いい木がいっぱいありますね。すごいね。花粉症にはこれ大変だよ、うん、その木じゃないよ、私が言ってるのは。え、いろんな木がありますから。いい木ってその木じゃないよ。そう、木の木ね。木ね、わかる。そう、頑張って。はい、また階段です。こんなの近道ダッシュできたらいいよね。これをやったらすごいね。階段ダッシュ藤めぐさんのとこより多い？いや、藤めぐさんのとこの方が高い気がする。マジ？うん、それを手で登っちゃったの。そうだよ。すごいね。すごい、木がすごいわ。うん、見て、そっち。本当だね。すごいよ。すごくない？でもこっちがいいな。他のは。景色がさ見えるもんね。ここに座るか、あそこ座って。もう二人だけだ。よっしゃ。次は歌が閉まりますので、一応見ます。持っちゃいけない。ダメだよ。二人でもダメなんだ。わー、すごい。すごいよ。いつ閉まるの？ずっと開けてほしい。やだ。すごーい。もっとなんかボロそうなやつ。そうそうそう、ちゃんとしてる。早いよ早いよ早いよ。うわー、天気だけ天気悪い。天気だけ。本当にすごーい。ここに落ち着いて。私なんか本当曇ってる。すごいよ。雨雨やろうよ。やってみよう。やってみようよ。はい。で、見て、めっちゃよくない？ええええ。すごくない？
それで今さっきお風呂入れたので、今日にお風呂に入ると。超いいじゃん。出てみる。で、こうやってここで休むと。いいね、これは癒されるね。ちょっと雨、大雨です。雨女ね。めちゃめちゃいい。それで今度は、はい、これで、はい、じゃあこのお何お大津言ったじゃん。大津谷。大津谷。大涌谷でしょ。大涌谷のこのね、有名な黒卵を買ってきたので、ちょっと食べてみます。開けてみていい？うん、開けてみて。おー、すごい立体化しちゃうよ。これなんかさ、このまま食べるの？なんか塩がなんとか臭い。臭いよ。入ってないよ、塩。味付いてるのかな。ああるわ。これ開かない塩だ。そんなのない。あーやだと思ったよ。これ何、コンコン。これゆで卵と一緒でしょ。ゆで卵と一緒でしょ。これこの中入れていい？いいよ。ねえ、中は白い。当たり前じゃん。黒いと思ってたの？うん。中白いんじゃ一緒じゃん。これマジックで塗っただけでしょ。絶対寿命が伸びるからね。これね。そう、7年。そう、この卵を食べると7年寿命が伸びると言われてるそうです。おー、中身はこんな感じで、普通の白い卵でした。そりゃそうだよ。じゃあいただきます。どうです？うん、うん、うまい。美味しい。うん、普通の卵。大丈夫。うん、美味しい。うまい。寿命伸びた。これかね、117歳まで来ちゃう。おめでとう。ご飯の時間がやってまいりました。はい、見て、美味しそう。このままやっていいのかな。どうかな。これをわー、食べしゃくします。食べしゃくとはね、いつもはさ、うちはさ、うん、みんなドカーンって見てるんだけどさ、しゃぶようだからね、うちは。そうそうそう、もうこうやってね。もういいんじゃない。もういいね。いいでしょ。じゃあ、ごまでいこう、次。うん、最初はこっちがいいね。そうね、美味しそうです。これは美味しそうだよ。食べようとは違うよ。どうですか？うまっ。おいしい、うん、すごいおいしい。感動的。本当に、うん、うまい。かな、かな、もう10時だよ。はぁ、起きなさい。うん、何時？10時。じゃあ、あと20分寝れる。え？お風呂入るんでしょ？入んないの？うん、あんな楽しみにしてたのに。うん、やめる。10時20分に起こす？本当に？
ったら20分ぐらい入って20分で用意できるから。じゃあ10時20分に起こすね。20分です。来て。用意して。目覚めた？熱いお湯入れとく？かわいい。どうでした？お湯加減は最高です。今日は雨ですね。寒いし、でもお風呂がいいから大丈夫。今日の予定は？今日は彫刻刀に行きます。彫刻刀。え？え、何行かなす？ここね、彫刻の森美術館。彫刻の森美術館に行きましょうか。はい。雨の中。はい。でも何分？34分。あ、意外に大丈夫だね。うん、40分に出る。お風呂を？うん。で、部屋を何時に出るの？50分。10分で用意できんの？うん。全然荷物そのままで、あなた。なんで服決まってるから。大丈夫。わかりました。こっち？ちょっとだけど大丈夫？今日、雨だから室内の予定だったんだけど、外やん。まあ、とりあえずでも、今日は初めての美術館です。なので、ちょっと楽しんでいこうと思います。傘はありません。ありえないね、私たち。おー、芸術を感じます。なんと外の美術館だったみたいで人生初の、あ、違う、なんだっけ、何、美術館、歴代初の外の美術館だった。カラスはいいよだったので、はい、傘を持ってきてないので、私たちはこのまま行きたいと思います。でも外に今こうやっていっぱいあるんだね。すごいよね。不思議だよ、このお母さん。すごい不思議。うん、めっちゃ不思議。不思議。あ、あれ有名、あの赤と黒のやつ。あ、そうなんだ。めちゃめちゃ有名。なんで知ってんの？よくさ、昔さ、フジテレビで CM やってたよ、箱根彫刻の森美術館の。へぇ。こっちから行ってみようか。左通って。これもすごくない？すごいね。あ、なんじゃこれ、こっち側見て。人がいた、人がいた。うわ、すごっ。ほら、人がいたよ。有名だよ。すごい。すごい。どうですか？芸術を感じて。うん。いいと思います。ですよね。はい。はい。昼ご飯も食べ終わり、食べ終わってお腹いっぱい、食べ過ぎちゃったね。多かったね。朝もかなご飯2杯も食べちゃった。食べましたね。夜お腹いっぱい、朝お腹いっぱい、軽くのつもりが昼何あれ、食べ過ぎでしょ。一番お腹いっぱいだよ、昼が一番いっぱいだよ。まあそんな感じで、でも順調な旅だったよね。とっても順調。まあ、雨は降っちゃったけど、どじゃぶり、雨は降ってしまったけど、結構ね、充実した旅だったと思います。したした。なのでこれからこの山をまたね、そうもう何十カーブもして帰っていきたいと思います。気をつけて。どうでしたか？もうね、ほんと楽しかった。だよね。もう雨とか別に全然平気。全然いいよね、別に、うん、全然平気。最高だったね。最高だった。行きたいところ全部行けたし、確かにのんびりできたし、初めてだったしね、そう旅ね。そう、
いいね。ね、これからもうちょっとね、お母さんも自分の時間が作れると思うので。そうだね。うん。行きたいよ。また、でもね、カンナが今度は忙しくなっちゃうので。はい。今回は自分の誕生日だけどお母さんを連れていくというなぜか意味のわからない旅でしたけど、はい、でも大満足でした。ありがとうございました。はい、じゃあ気をつけて帰ります。帰りましょう。バイバイ。バイバイ。はい。